こんばんは、速稼塾の久保です。今日はですね、トラとヤギのことについて動画をいただきましたんで、高級石屋勤務さんに返信させていただきます。まず1個目の返信で言いたいことなんですけども、ボリュームが非常にちっちゃくてですね、私のパソコンで100レベル、マックスレベルにしてやっと聞こえるぐらいでした。ですんで解読がね、ものすごく難しかったんで、ちょっと音声をいつも通りの音量にしていただくと助かります。もしくは私がやってるみたいに大きな声でね、喋ると、まあ、音声レベル上げなくても、きちんとね、もう例えば50センチぐらいの距離でマイクに喋ればきちんと届きますんで、そのようにやってみるといいと思います。まあ、普段の会話も、相手のね、こう、胸に届くように、こう、押していくといいのかなと思いますよね。それからですね、今回のヤギとトラの逆転現象なんですけども、実はこういうことって結構あるんですよ。トラっていう軍団で考える、ヤギという軍団で考えると、こっちの軍団とこっちの軍団、もう当然ですけども、トラの方が圧倒的に強いです。なぜなら肉食獣だからですよね。こちらは草食獣なんで、もう獲物にするものが違う、対象が違うんですよ。こっちは草を狙っていくんですよね。こっちは肉を狙っていくんですよね、動物を。ということなんで、軍団としては当然ですけど、トラが強いんですけども、ただね、個体となるとちょっと話は変わってくるんですよ。トラの軍団の中でも、気の弱いトラとか、獲物が、狩りが苦手なトラとかね、いるんですよ、やっぱりそういうのが。で、そのヤギの中でも、血気盛んなヤギっているんですよ。攻撃的なヤギっているんですよ。その、こっちの気弱なトラと、気の強いヤギが出会った時何が起きるかっていうと、本来だったらトラの方が強いはずなのに、トラを凌駕するようなね、ヤギっていうのは生まれるんですよね。で、これはあらゆる分野にも言えます。例えばですね、日本人っていうのは体格のいい欧米諸国の人と比べると、もう、このね、ファイティングではかなわないんですけども、ただね、日本人の中でも、もう特にね、空手の達人みたいなやつがいるんですよ。すごく空手の達人とか K1 選手みたいな。で、そういう人と、もう半死半病のね、もう半分病人みたいな欧米人の人が出会ったらどうなるかってこととか考えると、やっぱりね、勝負ってのは、はい、電池が切れてしまいました。ね、勝負ってのは個体で考えるのか、軍隊と軍隊で考えるのかで全く変わってくるんですよね。で、ここにいいことわざがあります。一頭の羊に率いられた100頭のライオンと、一頭のライオンに率いられた100頭の羊。この二つが戦うとどっちが勝つでしょうってことなんですけども、たった一頭しかいないけども、リーダーの、ライオンね。ライオンがリーダーの羊の群れの方が強いんですよ、実は。まあ、こういうことが起きるんですよ。だから、実はね、個体ってものが、我々も個体ですけども、どういうふうにこれを考えていけばいいかっていうとですね、私たちも、普通の人なんですよ。私たちも普通の人ですね。普通の人が普通のフィールドに行ったら、普通に強い人に負けるんですよ。でもですね、強い人の中でも一番弱い部分、弱点に対して普通の人が向かっていくと勝てるんですよ。これがランチェスターの法則ですよ。強いものに対して一番弱いところを攻めるとかね。で、逆の立場、自分が強いものになった時は弱いやつの一番得意なところを潰すみたいなね。こういうのはビジネスでも使えるんですよ、これは。まあ、だから私はやっていけてるようなもんなんですよ。で、ここで種明かしをすると、アフィリエイトの時代ですけども、アフィリエイトでいろんな情報商材を売ってる人がいます。その人たちは、もうどう騙すかってことをやってるんですよ。どのように騙して、クリックさせて、LINE に登録させて、セールスをかけるかってことをやってるんですよ。でも私は全く逆で、何にも売らない、LINE もないと。YouTube で全部話すというふうな逆戦略をやったんですよ。で、詐欺商材はどういうものなのか、どういう時に人は詐欺商材にクリックするのかっていう心理をずっと喋っていったんですよ。そうすると何が起きるかっていうと、まあ、いわゆる詐欺商材とかね、あやふやな商材を無理やり売ってる人の中で、一番力がない人に対して私は勝てていけたんですよ。それをずっと積み重ねていって、まあ、今に至るっていう形なんですよね。まあ、だからね、まとめますけども、自分が一番得意な分野を持って、敵の一番苦手な分野を攻めていくと。この作戦で勝ちを重ねることができるというのが、今回のトラとヤギのエピソードで学べるんではないかなと思いますけども、いかがでしょうか。それでは失礼します。